いつもご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げ、盾祭り候。俺の牛タンカレー食ってみな。食ってみなと言われては食らうしかあるまいて。失礼いたします。お待たせしました。こちら俺のレジェンド牛タンカレーでございます。うまい。ここで牛タン期待大じゃ。うんま。噛むごとに肉の旨味が溢れおる。箸休めのように置かれたレモン、酸っぱーい。川崎駅、平日休日を問わず多くの人でごった返している。巨大な商業施設も多く、異国情緒を感じさせる風情な街並みが点在しておる。いや、すごい街じゃな。俺の牛タンカレー食ってみな。食ってみなと言われては食らうしかあるまいて。いざ。カレー屋かと思いきや居酒屋の雰囲気じゃな。なるほど、夜は居酒屋ということかの。さて、お任せさせてもらおうか。頼む。はい。じゃあご注文内容を伺います。わからん、任せる。かしこまりました。そうしましたら、そちらのレジェンド牛タンカレーを、はい、作らせていただきます。頼む。はい、ありがとうございます。ではお作りいたします。レジェンド。飯の量がすごいな。柔らかめのルーじゃな。これは好みじゃ。これが噂の牛タン、実にうまそうじゃ。ちょっとこのまま一枚食っちゃいたいの。しっかしカレーに牛タンとはの。炙りチーズ、これはお約束じゃな。チョリソーに揚げ物も乗るのか、豪勢じゃ。牛タンに牛タンカツ、見た目も綺麗じゃな。卵も2種類。はい、失礼いたします。お待たせしました。こちら俺のレジェンド牛タンカレーでございます。茶色だけでなく差し色が生えておる。具沢山の島のようじゃな。生きるも死ぬも甲冑次第じゃ。よし、じゃあカウントダウン取らせていただきます。いきます。5秒前、4、3、2、1、スタートでーす。
店全体で応援してくれる感じがこそばゆくも嬉しいの。うまい。思った通り食べやすい。カツもサックサクじゃな。コロッケにメンチも入っておる感じじゃな。カツにカレーももちろん合うからの、これは助かる。ここで牛タン、期待大じゃ。うんま。噛むごとに肉のうまみがあふれおる。牛カツ、これまたうまい。これはレアというやつじゃな。これまた肉のうまみがすごい。チョリソーはいかに肉肉しさの塊じゃな。広がる香りもいい。これにも牛タンが煮り込んであるらしいの。道理でうまいわけじゃ。ルーも甘すぎず辛すぎず、そしてスルスルと入っていく柔らかさ。牛タンや具材を引き立てるのにちょうどいい色じゃ。箸休めのように置かれたレモン。酸っぱーい。まあレモンはレモンじゃな。おかげで目が覚めたわ。別に眠くないけど。具材を少し寄せつつ、カレーの道を作っていく。カツも柔らかいので使い方次第じゃスプーンでもいけるの。カレーに半熟卵、もちろんうまい。奥義、温玉割り。マイルドなる極み、君とカレーでいっぱいじゃ嬉しい。だいぶルーが少なくなってきたの。オイルがあるから心配はなかろうが、飯の量的にもまだ牛タンやカツは残しつつ食していきたいところ。ひとまずオイルの時は近いな。よし。
結局おかず全部食べちゃったな。拙者のせいじゃない。牛タンたちがうますぎ献身なのが悪い。あとは大いにカレーを楽しむまでよ。現代人曰くカレーは飲み物であるらしいからの。何を言っているのかよくわからんが、飲み物ぐらいスルスルと食せるということなのじゃろう。知らんがな。開始から20分か。今日調子いいな。あれ、ルー足りなくない？やばい、ルーが足りん。オイルを追ってくれ。かしこまりました。はい、こちらです。それではご唱和ください。オイルを追う。追ってやったわ。今度はご飯が少ないだなんて、拙者のないものねだり。完食じゃ。ペロリであったな。ありがとうございました。ありがとうございました。秘伝の牛タンカレー食ってみたわ。うまかったわ。次は夜の居酒屋の時にもぜひ来てみたいの。